マクファーソン軍はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。2000年時点での人口は533人で軍庁所在地はトライオンである。マクファーソン軍はノースプラット小都市統計地域の一部になっている。ネブラスカ州のナンバープレートではマクファーソン軍の車両は最初の数字が90になっている。これは1922年にナンバープレートの制度を 確立した際、マクファーソン軍の車両登録数が州内の軍で90番目に多かったからである。マクファーソン軍は1887年に組織された。軍の名前は南北戦争時に北軍の将軍を務めたジェームズ・マクファーソン、陸軍少将にちなんだものである。アメリカ合衆国国政調査局によると、この軍の総面積は2227平方キロメートルである。 このうち2225平方キロメートルが陸地で3平方キロメートルが海洋や湖障などの水域である。総面積のうち0.12%が水域となっている。2000年の時点での軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、マクファーソン軍には533人、202世帯及び157家族が暮らしている。人口密度は0。 平方キロメートルで、0、平方キロメートルの平均的な密度に283件の住居が立っている。この軍の人種の構成は、白人97.94%、アジア系0.38%、その他の人種1.69%、黒人、先住民、太平洋諸島系、根血はおらず、1.50%の人々がヒスパニック、またはラテン系である。 軍民のうち44.4%がドイツ系、14.24%がアメリカ系、9.2%がアイルランド系、8.7%がスウェーデン系、6.3%がイングランド系の移民の子孫である。マクファーソン軍に住む202世帯のうち34.20%は18歳未満の子供と暮らしており、73.80%は 夫婦で生活している。3.50%は未婚の女性が接待種であり、21.80%は家族以外の住人と同居している。19.80%は独居で、全世帯の14.40%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.64人であり、家庭の場合は3.01人である。 軍の住民は27.60%が18歳未満の子供で18歳以上24歳以下が5.30%、25歳以上44歳以下が26.10%、45歳以上64歳以下が22.90%、及び65歳以上が18.20%となっている。平均年齢は41歳である。 女性100人ごとに対して男性は99.60に見て、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は97.90にいる。軍の接待ごとの平均収入は25,750ベイドルで、家族ごとでは31,250ベイドルである。男性の25,192ベイドルに対して、女性は13,393ベイドルの平均的な収入がある。 この群の一人当たりの収入は13,055ベ米ドルである。総人口の16.20%、家族の14.00%は貧困線、以下である。18歳未満の子供の21.70%、及び65歳以上の17.30%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。